今日はですね、主催者であります佐藤さんが、ロンドンに出張されておりますので、ちょっと代行でですね、司会進行を使わせていただきます。よろしくお願いします。本日の予定なんですけれども、本日はですね、代表理事ですね、本間様の方からプレゼンを頂戴する予定になっております。テーマは、スマートコントラクト概要、それでやろうと思ったんですけど、ちょっとそれでネタが用意できなかったので、はい、ちょっとバインデスクのこのコンセンサス2015を駆け足でざっと説明してから、はい、その自分 の、 そのスマートコントラクトと、あと自分の関心みたいなのを話したいと思います。わかりました。よろしくお願いします。時間は大体45分なんですけど、はい、その後質疑応答を行きたいと思います。はい、はい、多分随時突っ込んでいただいた方がインタラクティブでいいのかなという気がしてるんですけど、じゃあ質問は中に自由という形で、はい、中で、はい、割り込ませていただいてもよろしいですか。はいですね、はい、で今日はですね、それのアジェンダがメインでして、その後ですね、10時半以降に関しましては、特にハンズオンラップは今日はないので、個別でのなんか、いろんな、お話し合いとかですね、飯交換とか、前回もやりましたけど、それぐらいの時間で、最終でも今日は21時までと、それ以前でもう結構ですね、それまでに終了させたというわけで、進めさせていただきたいというふうに思います。なお来週18日は私はちょっと都合で来れませんので、千田さんという方が司会進行されるということになります。で佐藤さんはそういうことで、今回と次回はお休み、その次の回からというふうに聞いております。ちょっとそこの次の回どういうテーマになるのかは聞いておりませんけど、またウェブの方もですね、ミートアップの方でご連絡があったと思います。そちらの方を確認して、申し込んでいただきたいというふうに思います。はい、じゃあお待たせいたしました。本間さん、よろしくお願いいたします。すみません、皆さんビットコインをお持ちの方ですか？なんかどうして聞いてるかっていうと、すごいこの分野って何て言うんですか、温度差がすごい激しくて、よくよくめちゃ知ってる人と全然知らない人と、すごいこっから勉強しているので、どんな感じかなってちょっとお話したいんですけど、いかがでしょうか。ビットコインを持ってる方は、すでにお財布もウォレット持ってるよって方もあると思うんだ。ただ、そのソニーの方々は毎回出られてるので、大体ご存知だってことですよね。まあ、ブロックチェーン基本。すみません、ですね、先ほど言った通りなんですけど、一応自分のスライドを用意したんですけど、多分それでちょっと内容が薄かったので、このコンセンサス2015の概要というのをちょっと、借りて説明したいと思います。これがその金融機関向け の、 そのインダストリーオーバービューとビットコインについてとブロックチェーンについてということを彼らが説明したものです。どっか の、 そのロンドンの大学教授が何か使ったスライドなんですけど、まずその、マーケティング的な話なんですけど、関係を理解しましょうということで、まずその今まで総投資額が約1000億円ですね、そのベンチャーキャピタルがビットコインのブロックチェーンのスタートアップに投資した金額が実は900ミリオンなので1000億円ぐらいです。プラスブロックチェーン、ほとんどビットコインって理解ですか？はい、ほとんどビットコインって理解です。でそれが実は資料がありまして、ですね、8割ぐらいですかね。これがカレンシーカレンシーっていうのがビットコインですね。でノンカレンシーがブロックチェーンで、ハイブリッドっていうのがそのハイブリッド、ハイブリッドって何かよく分かんないんですけど、ブロックカレンシーがブロックチェーン、ビットコインで、ノンカレンシーがブロックチェーンというふうに書いてください。
実はその、まあ、そもそも最初みんなビットコインで入るわけじゃないですか。でこれまではビットコインイコールビットコインの中にブロックチェーンも含まれてたんですけど、まあ、ここ最近金融機関がこうどんどん参入してまして、彼らは基本的にビットコインが嫌いなのでこのブロックチェーンをその、まあ、プロモートしていますと。なので金融機関が明確にビットコインがダメだけどブロックチェーンは欲しいなと言ってるんですね。ただしサトシ・ナカモトはホワイトペーパーの中で2つの発言をしてまして、それはブロックチェーンとビットコインですと。ブロックチェーンで価値移転のプロトコルを開発したのと同時にその最初の応用としてビットコインを彼は作り込んだので、まあ、ビットコインの中にはブロックチェーンが含まれてますし、ブロックチェーンの中で最も洗練されたアプリは実はビットコインですと。でその金融機関がプライベートチェーンとかいろいろ言ってるんですけど、果たしてそのプライベートチェーンがそのどう成功するか失敗するかっていうのは正直わかんないというか、まあ、それが非常に議論されているところになっています。でまずその VC が入れたその国っていうのは23カ国、まあ、このようにありまして、まあ、大体欧米と日本とコリアとチャイナとイスラエルとインドと、あとアフリカも若干そのサウスアフリカとケニアとあとフィリピンとかアートシンガポールとか、まあ、大体皆さんがご存知の、ところに多く入っていますと。ただ例えばバルバドスがあったり、まあ、カリブ海にもいくつか、あとパナマですね。パナマとカリブ海は結構条件が良くて、エリック・ボーリーがパナマに行ったり、まあ、後で話すんですけど、ビットライセンスがというニューヨークのレギュレーションが極めて厳しかったので、それでニューヨークからみんな逃げ出したり、いろいろかなり身軽に、ノマド的にみんな飛び回っているというふうに理解しています。あと、まあ、ジャパンはどういった？ジャパンは16億円ぐらいですよね。その、まあ、1000億円が、まあ、地球規模ですけど、日本は、まあ、財布、リッチフライヤー、あと BTC ボックス、まあ、その辺の投資なので、日本の投資はまだそのほとんどないですと。ただまあそうですね、そのただし自分個人的にはその、まあ、まあよく言われてるんですけど、まあ、インターネット 2.0 だとか、そのインターネットバリューとかインターネットマネーとかって言われてるわけですよね。まあ、インターネットでその情報が流通しましたけど、ここはブロックチェーンが流通するのを出せるのはクレジットでありバリューであり、プロパティであり、そのスマートアセットとかスマートプロパティとかを、まあ、融合させた上にスマートコントラクトまでこうやっていくわけなので、おそらくそのまあ、まあ、なんていうんですかね、想像を絶すると言われていますと、それが例えばそのマイクロプロセッサーが発明された時にその先は分からなかったし、 PC が発明された時も同様だし、インターネットも同様だし、まあ、ブロックチェーンというのは根本的な発明なので、その上のアプリというのはおそらく想像できないでしょうと。で、その例えばそのネットスケープがヒットした95年に、まあ、Google と Facebook と Twitter が想像できなかったようにブロックチェーンとビットコインはできたけれども、そのおそらくその先には想像絶する世界になってるでしょうとよく言われてまして、まあ、その通りなのかなと一応私も思っています。でこのグラフが何言ってるかっていうと、そのインターネットの95年の250ミリオンに対してビットコインが362億円なので、そのブロックチェーンの方がインターネット当時のインターネットよりも投資額が多いですと。でまあ、去年までの投資額が224億だったんですけど、まあ、2015年は今日に至るまで436億で、まあ、2015年の方が投資額金額が多くなっています。で、まあ、例えばコインベースとかザブとかビットペイとかブロックチェーンとか、まあ、こういう割と分かりやすい領域ですね。その財布だったりエクスチェンジだったり、分かりやすいところにその数十億単位
まあ、コインベースは多分100億ぐらいで、サークルが40億、ザコが20億、ブロックチェーンのテンパー30億みたいな感じで入ってますと。でただその、本当にスモールなところは、シードはその数百万円から数千万まで入ってまして、まあ、これはむしろ分かりやすい、その分かりやすい領域にその10億規模で入ってますと。あと、トレーニングインクコンピューターっていうのがあるんですけど、そこは150億ぐらい入ってまして、投資している人たちが、レイセンホールディングスと、クアルコムと、インテルと、そういう名だたる人たちなので、非常にトレーニングインクコンピューターについては、大きな注目が集まっています。で、それがリリース、その出荷されるのが今年、今月の半ばなので、まあ、個人的にはそれに強い関心を持っています。ちょっと質問してよろしいですか。その辺の投資がないと言ってましたけど、例えばその、まあ、さっき言ったブロックチェーン、人たちとブロックチェーンとか、これ、どういうビジネスでお金を回収しているんでしょうか。ですね、正直、ブロックチェーンドットインフの投資は失敗してるって言われてまして、まあ、この中では当初その一番ダメな企業が、まあ、正直言ってブロックチェーンドットインフだと思いますと、うん、サークルコインベースラットの方きっと、まあ、ただどこも損してまして儲かってる人たちっていうのはあんまりいないと言われてるんですね。その、まあ、マイナーは割と儲けますよね。コインベースが、まあ、100億は入ってるんですけど、かなり弁護士企業に行ってますし、まだ仕込みの時期で、まあ、ただコインベース手数料 1% ぐらい取っているので、まあ、一応儲けては、その利益、売上が立っているんですけど、まあ、ビットペアペイメントプロセッサーやってたんですけど、かなりそこも縮小しましたし、割と2013年まではビットペイの価格が上がったので、誰がやっても儲かりましたと。だけど、14年と15年はかなりそのマネーブーズの時期で、まあ、ティム・スワンソンとかが解析してるんですけど、まあ、ほぼ儲からずにエンジニアと、弁護士にお金が流れたと。ただし、その、まあ、インフラがかなり整ってきましたので、マイナーにせよ、ペイメントプロセッサーにせよ、エクスチェンジにせよ、ウォレットにせよ、相当できましたので、でさらに基礎レイヤーである、まあ、シグネチャーだったり、まあ、いろんなところがこう、あと、まあ、パラドコインダイス、まあ、いろんなそのインフラレイヤーが整ってきたので、まあ、みんなその、まあ、アラプションを狙ってますし、ケアアプリケーションを探してますし、まあ、一つの、なんていうんですかね、その大きなその爆発を探していると。で自分がここで言いたかったのは、まあ、日本だと大体、マウントロックスの隣に死んでて、CEO が逮捕されたとか、いろいろ終わってるって言われてるんですけど、それは大きな勘違いで、まあ、このマウントロックス以降の2010年、15年に、まあ、1000億円が入って、でさらにその世界中の才能たちが、まあ、すごい資料なんか、まあ、熱狂的に開発しているというのは事実ですね。その事実が、まあまあ、どれだけ共有されるかというのは、まあ、正直、マスコミの罪が重いとは思うんですけれども、まあまあ、日本では、まあ、自分は多分日本人関係に最近行けないのでちょっとずれてるかもしれないですけど、まあ、インターネット環境を利用してこれだけの投資が進んでいますと。で、まあ、このようにその、まあ、この15年、まあ、14年よりも15年明らかに多いです。ただ15年で見ると一応右肩下がりではあって、まあ、ちょっとその多少インベストメントの率は落ちてるんですけど、それでも旺盛な投資が継続されてますと。で、まあ、これがインターネットの比較なんですけど、まあ、インターネット95年よりは投資されてますと。96年とどっこいですと。なので、まあ、やっぱりインターネット 2.0 的なものだと思います。でビットライセンスなんですけど、これニューヨークのレギュレーションでして、まあ、非常に厳しいレギュレーション だったので、まあ、大体1000万円ぐらいかかりますと。でそのニューヨークのオペレーション案件というのが15社で、アプリケーションビットライセンスを取ったのは22社ですと。この中で、まあ、ウィンクルボスが取ったり、あとザコが逃げたり。でただ面白かったのが、ここでそのレギュレーションを作った、方がいるんですけど、その方が実はそのニューヨークのレギュレーターなんですね。ニューヨークのレギュレーターがそれを辞めて、
そのビットコイン版のベンチャーに移ったんですよ。それはベン・ロースキーってところなんですけど、ベン・ロースキーってすごい人で、フィナンシャル・タイムズの一面に出て、そのいろんな銀行からもう罰金取りまくったんですね。でその金額が結構びっくりする、1000億とか800億とかっていう単位で J.P. モルガン・チェイスだっていろんなとこから取った人なんですね。すごいパワーのある人なんですよ。その人がそれをやめてビットコインベンチャーに、はい、立ち上げたっていうのは、まあ、正直びっくりしました。あのこの夏ぐらいの話ですね。何を目的に考えるのか不思議ですよね。まあ、ただここでおそらくこれは厳しすぎたので、アメンドしてもうちょっと緩くしましょうという話になるのかなと思ってまして、アメリカってすごい極端に増えるので、いろんなことやるので、まずとりあえず厳しめに作ったけれども、おそらくアメンドしてやるんじゃないかなと個人的には期待しています。でこれがそのマーケットのビットペイというのはペイメントプロセッサーなんですけど、ダークマーケットとどっこいどっこいですと、まあ、悪いところに使っている人たちと本店に使っている人たちが似たような金額ですっていう話ですね。でここで言ってるのは、そのアマゾンとかスカイプとかをその、まあ、結局その育ててタックスしたわけですね。なのでビットコインも同様で、まあ、金を卵を産むダチョウなんだからちゃんと育てようと。まあ、なんでそのレギュレーターからするとブロックチェーンビットコインを育てた方がいいよねという話ですね。スカイプもアマゾンも一応育てましたと、その多少優遇して、あと株でタックスしましたと。で今ザコはさっき言った話なんですけど、この CEO が非常に有名な、スイスやストリパツでシリアルアントレプレノラーで、その過去いろいろ成功させた人なんですけど、ラテンアメリカからそのニューヨークに来て、ただビットライセンスは厳しかったのでスイスにその移転しましたと。で、まあ、ビットコインなんですけど、まあ、これ言ってるのはそのアカデミックリサーチというか論文がたくさん出ましたと。でそれがその経済とファイナンスとコンピューターサイエンスと、まあ、法律と、あとクリプトグラフィー&セキュリティソシオロジーということで、ここで見えるのは非常に幅広い分野で、その非常に、学際的に重要だということは分かると思いますし、そのアカデミックリサーチがこれだけあるということは、それだけその知的好奇心を刺激するもので、さらに将来的にその価値があるということだと思います。でこれはそのコインデスクの記事なんですけど、大体価格についての話は多かったです。でまあ、プライスボラティリティなんですけど、価格変動については200ドルから300ドルをこう行ったり行ったりしたのがいろんなことがあって、まあ、ただまあ大体低迷したクォーターでしたと。で実は金融危機ってギリシャだけじゃなくて、まあ、これ実はこの1回上がっているギリシャ危機だったんですね。ただその後その、なんだろう、そのスケールブロックサイズの議論がありまして、まあ、そのブロックサイズ議論でまた下がっているみたいな感じで、でその実はギリシャ以外にもその金融危機を持っている国っていうのはまあ24億が多くなりますと。なので非常に危機がたくさんあると思います。でさらに14カ国がそのこの国がその借金を持っていますと。でこれがその財布の伸びで、まあ、財布が一応ビットコイン財布をこのようにそのたくさん使われてます。エクスペディアっていうところがその旅行サイトなんですけど、まあ、ビットコインはもしかしたら可能なんですけど、まあ、40% ダウンしちゃいました。でそのまだそのビットコイン持ってる人は少ないので、そのここで買ってる人たちもそんなに多くないです。でこれはその国際送金なんですけど、サブサハラアフリカ、サハラ以南のアフリカが非常に多くて、あとはソビエトとラテンアメリカと US ですと。でこれはそのコインマップ その図なんですけど、ここで言われているのは、まあ、当初ビットコインってアフリカとかそういうファイナンスの手段を持ってない人たちに使われるとかって言われてたんですね。そのまあ、アフリカ人からしたらば、まあ、インターネットがあってスマホがあれば、まあ、送金受金できるので非常に
意味があると思われてたんですけど、まあ、あの今のところ、そのアダプションについては北米とヨーロッパが中心ですと。ただし国際送金に限ってはサブサハラアフリカの道を頑張っているんですけど、お店とかっていうところはたくさんそのアダプションについてはやっぱり先進国が中心ですね。で iPhone6 が今 Apple Pay っていうのがあったんですけど、これもあんまり実は盛り上がってないんですと。なのでその人々は割とコンサバで、その iPhone も Apple Pay もビットコインもまだちょっとあまり慣れてなくて使われてないという。以上、ビットコインだったんですけど、まあ、あとブロックチェーンについての話もだっとありまして、まあ、ブライス・マスターズがブルームバーグの投資になりましたと。で、この彼女が、まあ、ここからブロックチェーンの、まあ、今年のバズワードブロックチェーンだと思うんですけど、まあ、なぜかビットコインから戻ってブロックチェーンになっちゃいましたと。で、ブロックチェーンはまあ大事ですよと。まあ、ディスラプティブなテクノロジーなので、そのシリアスに受け止めるべきだと。で、その大手バンクがたくさん参加しまして、まあ、シリアスに扱ってますと、シティバンクだ、UBS だ、ナスダックだ、ドイツバンクだ、NYSE だ、まあ、大体メジャーどころは入ってますよね。で、ここで言ってるのは、そのゴールドマン・サックス、バークレーズとかはその投資しましたと。で、パリバ、BNP パリバとかサンタンダーはレポートを書きましたと。ウェスバック、RBS、フィドラー、この辺はその実験やってますと。なのでその投資するかレポートを書くか実験するかということで、まあ、公的に機関がいろいろ活躍していると。でこれがその業界図でして、エクスチェンジだ、ウォレットだ、ペイントプロセッサー、マイニング、ファイナンシャルサービスもいろいろありまして、でこれがその、まあ、まあ最初ビットコインが始まったんですけど、その後ノンカレンシーのアプリも、まあ、たくさん出てきまして、まあ先ほどと繰り返しなんですけど、カレンシーとノンカレンシーが主な分岐になっています。で、その投資の基準としては、コストとスピードと、そのコンペティションと、マーケットサイズと、まあ、伝統的な投資基準になっていますね。で、以上が、その大雑把な、その、まあ、業界の俯瞰なんですけど、あと、まあ、個人的に私の、関心なんかをざっと話したいと思います。まあ、スマートコントラクト代表と最近の自分の関心ということで、まあ、自分デジタルマネー協会っていうのを、まあ、あの2010年1月に作ったんですけど、いろいろ、まあ、発信してます。自分は2010年1月にマイアミでビタリックのプレゼンを見まして、でそれ非常にやっぱり素晴らしいプレゼンで、もうすごいなと。その割とビタリックがすごい熱狂的にというか、まあ、まあ、なんかビタリックの天才が発揮されたようなプレゼンで、まあ、これ見られると面白いと思うんですけど、非常にいいプレゼンです。で2015年は、まあ、あのチャールズ・ホスキンソンとビタリックとラビンとユリと、まあ、割と業界の有名どころとミートアップをしまして、まあ、これはこの辺をビデオとかにブログとかに上げてます。でその辺でヤング佐藤さんと知り合いまして、まあ、ヤング佐藤さんがそのビタリックとかラビンとかに、まあ、入れ込んでいったっていうか、セリフに、まあ、入れ込んでいったと。でそれでスマートコントラクトジャパンがその発信したという感じですね。でまずスマートコントラクトなんですけど、ニック・サボーが言い出したのが93年なので、まあ、インターネット上で知らない者同士の間で ECD をやろうと思ったら、まあ、スマートコントラクト必要だねということ で、最初にデジタルライトマネジメントとかでいろいろ考えられたと思うんですけど、まあ、そこから20年経って、まあ、できるようになったと。まあ、だいたいそのビットコインの登場で、その当時考えられたスマートコントラクトがその現実に近づいてきたと。でいろんなプレイヤーが参入してまして、まあ、SLM だ、コーディアスだ、エリスだ、まあ、いろいろ参入して、まあ、去年いろんな激しい議論を、まあ、してました、1年前に。ただし、その自分実は2015年はスマートコントラクトの年になると思ってたんですけど、あのホリエモンに会ったら、ホリエモンが、そのいや、まだまだ先でしょうっていうような感じで、言ってたらば、その後でコーディアスがその撤退したんですね。コーディアスが市場が見えないって撤退しまして、
で、ただ SLIM が商用リリースされたので、それはネットニュースだったんですけど、まあ、おそらく安定稼働稼働まで進めに必要とするんじゃないかと思ってましたと。ところが今デブコンをロンドンでやってまして、まずニックサボがかなりいいそのキーノートスピーチをやったみたいですと、あとさらにマイクロソフトが SLIM ブロックチェーンアザサービスとかっていうのを言い出したので、まあ、かなりそれは SLIM にとっては願ってもない。SLIM って20億ぐらい調達したんですけど、割とデタラメのお金の使い方をして、お金なくなっちゃいますと言ってて困ってたと思うんですけど、まあ、一応このデブコンについてはその世界的に注目を浴びていて、開発的な成果もたくさん出ています。で、まあ、ざっと振り返ると、2013年はダブルと研究の年でしたと。2014年はアットポイントハッカソンの年でしたと。2015年はブロックサイズの議論とメジャー金融機関とプライベートチェーンの年かなというふうに思っています。で、その西海岸アンドテルアビブ対東海岸だというふうに私は思っていまして、まあ、西海岸とテルアビブ的には、まあ、ブロックチェーン、ブロックストリームとかオープンチェーンとかポリとかファンダパーティー、セリムという割とブロックチェーンから作っている人たちですね。で、それに対して東海岸はとりあえずビットコインが嫌いですと。で、その金融機関的にはビットコインいらないんですけど、ブロックチェーンを使いたいということで、その大手金融機関が作った R3 と、まあ、ブライスマスターズが作ったデジタルアセットホールディングスが、まあ、ブランドでして、まあ、デジタルアセットホールディングスがハイパーレジャーだったり、いろんな企業が買収してますと。で、その正直言って、ここはそのイノベーターズディレンマが働く世界なので、R3 が頑張ると金融機関自らの利益がなくなっちゃいますと。で、デジタルアセットホールディングスとかは30人規模なので、まあ、彼らはまだ頑張れると思うんですけど、まあ、ただやっぱりこっちのテクノロジーカンパニーの方が、身動きも早く、グローバルでオープンソースで、私はこの西海岸側が成功することを祈っているというか、そこに注力したいと思っています。すみません、今の R3 が頑張ると既存の金融機関の何が例えばゴールドマン・サックスだったり、モーガン・スタンリーだったり、みずほだったりが、彼らが、まあ、いわば独占してるわけですよね、金融事業を、はい、それと独占してる金融事業は例えば数万人の規模でオペレーションしてるわけじゃないですか、はい、ただそれを実はその10人で同じことができちゃうとかですね、そうなる世界だと思ってまして、まあ、実はマッキンゼーがこの前先週だかにレポート出したんですけど、金融機関の20年後の金融機関今と全然違ってるだろうと、そうかってまあ言い出したのはこれが背景になってると思っていまして、ビットコインブロックチェーンって実はグローバルファイナンシャルシステムですよね。世界中でその送金と受金ができるので、それと日銀とその大手金融機関がやってることと同じなわけですよ。通貨も発行してるし、グローバルに、しかもそれはグローバルに使えてしまうので、それはまあ、ある種の金融ロボットっていうか、中央銀行ロボットっていうか、まあ、ビットコインブロックチェーンだけで、その中央銀行と都市銀行と地方銀行の役割はやれちゃっているし、それはそのしかもグローバルに使えますと。という世界だと思ってまして、なので、まあ、それは実は大手金融機関の人たちも言ってまして、これは頑張れば頑張るほど自分たち その仕事がなくなっちゃうって嫌だなって、やりたくないなと。だけれどもやらざるを得ないと。それはコストの削減が、そのバックエンドのシステムのコストの削減が効くっていうことと、それに対して まあ、メンテナンス要因だったり開発要因だったりも、人がいらなくなるからっていうことと、そういう理解なんですけど、それと、はい、金融機関がバンキングサービスを維持するっていう話とはまた別だと思うので、まあ、コスト削減はして小さい銀行として今まで以上のリッチなサービスを継続するっていう風に先を見ていれば、特にそんな紙張るとかっていう話にはならないのかと思います。というのはその今既存のビジネスモデルとありますと、外貨だめだったら、はい、外国送金だったらば一銀行と通じてする人でも来てますと、はい、でそれが彼らのネットワーク、彼らのシステムが何でも流化されたりしてしまう、全く違うオープンの世界で同じことができちゃったらコンペティションが起こってしまうんですよね。そうするとそこでコストダウンっていう話が当然出てくる。 R3
3とかって、でも金融機関が議論してるのって、オープンな世界じゃないですよね。その R3 が、プライベートチェーンで彼らがまず始めてますと。で自分がいろいろ話を聞いて分かったのが、例えば SWIFT っていきなりなんかコスト10分の1に下げましたよね。でそれが一応ブロックチェーン対応だって言われてますし、でさらにその今その例えば国際送金とかするとネッティングをしたり、そのなんていうんですか、セトルメントだけじゃなくてその情報のやり取りがめちゃ多いっていうんですね。で情報のやり取りとネッティングだってそのインフラも古いし、その付随情報も多いし、あと対レギュレーションとかでそのアンタイマネーロンダリングとかでやたら結構人手がかかるらしいんですよ。だけどそれをビットコインブロックチェーンは全部一緒くたにドバドバドバとオートマティックにそのセットルメントまでしてしまうので、なのでそれはやっぱりかなりびっくりすることだと言ってまして、なのでやっぱりいろいろ自動化されるんじゃないかという気がしますね。そのまあ、この前その浅野さんの言ってた世界はまずはそのコスト削減で、そのなんていうんですか、まあ例えばビットコインブロックチェーンってその6年ダウンしないわけじゃないですか。まあそれ自体がすごいことで、まあ日銀はそのいまだにネッティングしてて、なんていうんですか、そのバッチ処理だとか、あとその実際に例えばその夜間は送金できないじゃないですか。なのでまず24時間365っていうだけでもすごいですと。でそれをしかもその新規開発だって、その開発要員サポート要員、なのでそのバックオフィスのコスト削減っていうのは最初だとは思うんですけど、それにとどまらずその契約、まあ、スマートコントラクトを使うと輸入代輸出でのその書類作業も全部その自動化されてという世界になるんだと。でそうだとしてもパブリックなチェーンにする必要がないんじゃないですかっていうのは、そこについてはそのパブリックなチェーンにする必要ないと思うんですね、はい、なので彼らはまずプライベートチェーンでやるじゃないですか、はい、ところがですよ、そのビットコインブロックチェーンというのはすでにその格安でグローバルインフラにあるわけですよ。なので例えばこのオープンチェーンというのはそうなんですけど、これはプライベートチェーンを提供する会社なんですね。このオープンチェーンはプライベートチェーンを提供しますと、ところがそこのそのインフラレイヤーとしてビットコインブロックチェーンを利用するんですよ。なのでそれはその例えばじゃあ言うとビットコインブロックチェーンに対してセリウムはそのスクラッチからのそのチェーンですと、プライベートチェーンありますと、コンソーシアムチェーンありますと、ビットコインブロックチェーンを利用したプライベートチェーンもありますと、いろんな案が出てきてそのコントとしてコンピートしているのが、まあ、今なわけですよね。その中でどれが勝っていくかっていうのは正直わかんなくて、正直わかんないんですけど、その自分的にはやっぱりオープンソース側というかそのテクノロジーシスト側の発想に勝ってほしいなと、っていうのは極端なんだし、世界中のが先進国20カ国だったり100カ国がビットコイン全部2割にしちゃえばかなりビットコイン的にはそのダメージを受けるわけですよ。でその過去を振り返ると、まあ、ロックフェラーだったり、まあ、その石油とその鉄道とその車の争いだったり、いろんな争いがあったわけじゃないですか。で今回の争いっていうのは国家と法律と金融に対するその戦いなので、まあ、一番エグいわけですよね。その既得権益に対して非常にテクノロジー側がその根本的な対応を用意したので、それはその史上初めての、まあ、恐ろしい戦いなので、私の理解は総じて対立構造ではなくて、もっと単純にビジネスの話で、金融機関の人たちからすると、誰がマイニングしているのかわからないようなところに、そんなビジネスに任せられない。当然だからプライベートの方がいいので、何しろさっきお話しあったように、パブリックにする必要性がそもそもない、もともと求めているものを獲得するだけだなって。なのでR3 がやってることの方が、どっちかというと金融機関に対してはすごくフィットしていると思うし、その限りにおいては別にその各金融機関は自分たちのコストダウンだけ達成できるので、はい、ウェルカムな話なんですよね。そうですよね。でも一方で、まあ、そのオープンの世界でブロックチェーンを使った送金っていうのが起こっているのが事実なので、はい、そういった外的環境だからそのコンペティターが現れるといった時にはちょっと不安になってくるっていう、うん、そうあると思うんです。個別に金
新サービスの中でも個別 の, あの部分、例えばレンタスとか、そういうところについて破壊的なイノベーターが出てくるっていうのはそのとおりだと思います。そこに研究してるかなというのは、当然金融機関的にはコストダウンから入ってます。ところがブロックチェーン、そのビットコインブロックチェーン側はその許可なき開発って言ってるんですけど、パーミッションレスでイノベーションができますよと。そのなので結構だから視点が違うと思うんですよね。そのブロックチェーン側の方が新規事業イノベーションとインテンションが山ほど世界中で同時達成してますと、金融機関はリアクティブにコストダウンの意味はありますと。でそこでどっちが勝つかというと、まあそのまあ、しばらく戦いで、ただそこはその非常に議論が今その世界中でされてますし、まあ、ロンドンでもニューヨークでもそのアメリカではそういうパネルあるんですね。そのビットコイン側対そのハイパーレジャー、そのつまり R3 側で、今度ブロックチェーンユニバーシティが12月の20日ぐらいに来るんですよ、その日本に。でそれがティム・スワンソンとライアン・チャールズで、ライアン・チャールズっていうのはそのビットコイン 1.0 の人なんですね。でティム・スワンソンは R3 の人なので、そこはまずディベートしてくれるとかなり分かりやすい。まあ、ただそのこのディベートは山ほどアップされてますので、丁寧に見ていくとだんだん理解が深まるというか、まあ、自分的にはあの毎日理解更新している感じです。で個人的にそのニコラのカラードコインがいけそうだなと。その何て言うんですか、今のカラードコイン使うと、まあ、非常にちょっと、じゃあちょっといきます。でそのスマートコントラクトは、まあ、非常にいいんですけど、スマートコントラクト以前にまず法定通貨と証券と債券とそれから流通することが必要でしょうと。まずデジタルアセットの流通が必要で、あと T0 とかシンディオンとかナスダックが成功するか、カラードコインカウントパーティーサイドチェーンオープンチェーンが成功するか、サイドチェーンコンソーシアムチェーンが成功するか、まあ、いろんなところがこう成功することによってスマートコントラクトが必要となるような状況になるのかなと思ってます。あのニワトリ卵ですけど、そのスマートコントラクトがドライブするのか、いやまずそのデジタルアセットが流通することから始まるのか、まあ、そのニワトリと卵の状況がしばらく続くと思います。でこのフラビアン・シャルロンっていうのがですね、すごい人だなと思ってまして、その元マイクロソフトのフランス人でアイルランド在住なんですね。で2年前にビットコインしたっていうんですけど、2年の間に4つか5つかそのデリバーしまして、まず最初はプレディクシャスっていう予測市場でした、ビットコインを使った。ただこれはその分散型じゃないですね。なのでプレディクシャスを信用すれば、その例えば大統領選だ、そのビットコインを選んだ、まあ、いろんな、まあ、見ると分かるんですけど、いろんな項目があって、すぐにその分散予測市場のアプリとしてそこそこの完成度で動いてるんですね。まず彼はそれを作って、その後オープンアセットプロトコルっていうカラードコインのプロトコルを作りましたと。その後でそのプロトコルを利用したコインプリズムっていうウェブアンドアンドロイドの財布を作って、さらにオープンチェーンを作ったんですね。でこのオープンチェーンっていうのがそのブロックチェーンを利用したプライベートチェーンなんですよ。なのでなんかパーミッションとオンパーミッションですとかっていうんですけど、非常にここが私はそのすごい人だなと思って、これのプロモーションをしたいなというのが一個と、あともう一つはこのニコラのメタコなんですけど、カードコインによる法定通貨発行を支援しますと。で さらに分散型取引所を持って、それをオープンアセットのところを使っているので、コインプリズムなんかを利用できますと。でここがそのメタコ&このフラビアン・シャルロンがいろいろこうやられているようなので、今非常に関心を持っています。でさらにリアリティキーズっていうのがエドモントっていう男が、日本にいる男がやってて今彼もデトコに行ってるんですけど、あの事実の認証局っていうリアリティオラクルを出すっていう、そのベルサインの事実版ですね。そのスマートコントラクトをこうやるようになると、その事実が重要なので、事実をそのベルサインがそのCA として振る舞っているように、事実を出す機関を彼は作っています。でそのブロックチェーンも SLM も非常に詳しいハッカーですね。アビナックスアドリのハッカーという感じで、あとトラストアトムっていう会社がもうこれそのまだスマートコントラクトの、男なんで
ですけど、まあ、デューデリジェンスを変にするっていう会社を、まあ、バンコクでやってます。であとその目指すところで今回その SLM ブロックチェーンアザサービスっていうのをマイクロソフトが発表したので、まあ、これも非常に期待できると思います。あとミジンっていうのが、まあ、これも友人がやってるんですけど、NEM っていうあのニューエコノミームーブメントっていうインフラがありまして、まあ、それを利用したプライベートチェーンがビジネスですと。で、まあ、スマートコントラクトも視野に入ってまして、スマートアセット、スマートプロパティ、まあ、ビッグザボのコンセプトを全部そのオペレーションしようっていうのがメインなので、で、彼も日本に住んでまして、まあ、浅山さんと日々、法的に機関に訪問してますと。個人的な、まあ、以上は大体自分のその現状理解とやりたいことなんですけど、個人的な思考として、まあ、オープンアセットプロトコルをしばらく普及したいなと。で、カラドコイン環境に法定通貨を流通させたいと。で、それはビットコインでも交換も可能になるし、金融商品の開発も簡単になると思います。以上が今日の用意したスライドなんですけど、まあ、あと、ネタとしては、自分はなんか2個でできる聞きたいことがあって、まあ、いろいろと今、質問をたくさん投げているところで、日々、理解を更新中です。まあ、あの今、クイックに、あの今、馬場さんが帰っていらっしゃるとか、持っていらっしゃることを伝えていただいたので、あのまあ、皆さんからはぜひ、ちょっとあのフランクにですね、質問とかご意見を投げかけていただきたいなと思います。よろしいですか。はい、あの先ほどの議論の続きでもいいですか。はい、自分はそのビットコイン、ザ・ビットコインブロックチェーンがその唯一無二だと思ってなくて、いろんな可能性を一応見てますと。でその中で、ただしパブリックレジャーっていう、そのパブリックなそのインフラっていうのは貴重だと思うんですね。でそれはもしかすると、今自分が見てる限り、SLM が本当に爆発的に成功したらば、まあ、別にそのビットコインの BTC じゃなくてイーサーでいいじゃんって話になるような気もしてまして。まあ、ビットコインは非常にそのただのコインですと。で別にそのただグローバルに流通するのが便利ですと。SLM はスマートコントラクトできたりいろいろやれるので、ただ別にイーサーってコインとして振る舞うことも可能なので、そのスケールしていって、まあ、まあ別にビットコインなくてもいいじゃんっていう世界もまああり得るんですよね。で別にそのプライベートチェーンやコンソーシャルチェーンは別にその単独でその円なりドルなり債券なりその扱いが良くて、ただしビットコインと交換できた方がやっぱり利便性は増しますと。でなぜならばそれグローバルに格安で流通しているアセットなので、でなので、まあ、そこはいろんな議論があって、ただその今のところエセリムは何て言ってるかっていうと、エセリムはガスでブロックチェーン、ビットコインはそのコインですと。でそのスマートコンタクトを使うにしても、まあ、今一番使いやすいコインは実はビットコインなので、まあ、しばらく共存しているんですと。でその SLM はそのガス的なレイヤーに特化してコインとしてはビットコインを使うとか言ってるんですけど、まあ、その議論が重要になるのはまだ3年か、まあ、数年先の話で、まあ、ビットコイン自体もまだブレイクしてない、マスアダプションしないですし、SLM に至っては、まあ、安定化としないので、まあ、なかなか議論しづらいですと。
で、そのビットコインのスケールについては、まあ、1メガバイトのキャップがあって、それはセグトランザクションパーセカンドですと、で、ビザが今2000とかなので、でさらにビザが1桁、2桁上なので、仮に全世界の人たちが使い始めたらのは持たないですと。ただそこについては、例えばライトニングネット、オフチェーンによるライトニングネットワークだったり、サイドチェーンだったり、その、なんていうんですか、ビットコインは、別に1メガでいいじゃんと、そのオフチェーンで逃げようよっていう考えと、ブロックサイズを20メガなり8メガなりこう上げていって、で、そのスケールさせていこうっていう話と、まあ、2つあるんですよね。で、そのスケールさせたい人はガビンとマイク・ハンと、まあ、いろんな人たちで、スケールさせたくなくなくてもいいじゃんっていう人たちはピーター・トッツその他 で、それはそのとりあえずガビンとマイクが XT 作っちゃってばらまいてハードフォークやれる関係にしたので、それは結構ビビったんですけど、みんなで潰しましたと。で、潰した後でモントリオールがあって、そのいろいろ議論があって、で、ビップ101で102で103で66がたくさん出てきて議論もされて、で、今度さらに香港でやりますと。なので一応そのコアデベロッパーたちによる、で、その選択肢のその選択表とかまたニコラが作られて、ニコラがみんなにこれボートしようと、それがどれがいいか分かるみたいなことをやられたので、まあ、そのコアデベロッパーたちがその真摯に、まあそのまあ、議論して上で合意形成をしていけば、まあとりあえずスケールするだろうと楽観してますと。で、実際ここ最近アタックされたんですね。リードスでアタックされたんですけど、アタックに耐えたわけですよ。ということはしばらく使えるよねと、まあ、このアタックに耐えたわけだから、その攻撃に強いということが証明されちゃいましたと。なので慌ててあげる必要もなくて、だけどとりあえず2メガか3メガぐらいに上げればいいじゃんと、上げて時間稼ぎをして、その間にスケールについての議論をすればいいという意見もありまして、いろいろ、まあ、まずはコアデベロッパーたちが合意形成をしますと。で、その後でマイナーたちがそれを採用して、その世界中8000のノードがそれを採用してきますということをやっていけば、私はビットコインはスケールするんじゃないかなと思ってますと。で、今回のその XC の議論があって初めて、そのなんていうんですか、その世界中で議論が起きたので、いろんな才能を発見しまして、すごい、まあ、プロダクティブな議論が毎日行われているのを私は見まして、まあ、ビットコインやっぱすごいと。これは SMM もそのネムもリップルもそのライトコインもトジコインも全て追いつくことのできない開発リソースをビットコインが実は持っているので、まあ、自分の中で今ビットコイン そのインフラっていうのが最重要で、それはそのコンピューティングパワー的にも開発リソース的にも開発コミュニティ的にもあらゆる意味でビットコインに人材が集中しているなと。で、それをそのリプレイするグローバルパブリックレジャーを実現するのはかなり難しいと。で、さらにビットコインのインフラを強くする方法としては、カードコインだったりオープンチェーンだったり、そのいろいろビットコインの上はファクトムだったり、まあ、ファクトムちょっと、まあ、いろんなそのビットコインザパブリックレジャーを利用したアプリを世界中で開発しているので、まあ、それがビットコインエコシステムをさらに強くする方法が働くと思ってまして、というのが自分の、まあ、その XT を見て感じた、まあ、私なりの仮説なんですけど。それは逆に XT を見て思ったのは、あんまり民主的じゃないなって思ったんですけど、まあ、なんか不透明さが、そうですね、ちょっと印象を受けましたが、その民主的じゃないっていうのは、ラビンがああいう感じだったんですか。まあ、ちょっとそこが難しい話なんですけど、まず今ちょっと振り返って、XT の議論は一回頓挫しましたなんですけど、これまだ決着ついてないっていうことなんですね。また XT なりそういう話議論を得て、はい、場合によっちゃまたハードフォークしちゃうと。ハードフォークは避けたい絵なんですけど、わかんないですね。そのモノコインなんかハードフォーク しましたし、ハードフォークも乗り換えたので、ただその、まあ、そこでガバナンスの問題になりましたけど、ガバナンスはすごい難しくて、大体 Linux だったり、多くの場合はその慈悲深い独裁者っていう人がいるわけですね。最初の一人がすごい権力があるわけですよ。影響力ありますよと。ただビットコインの場合はサトシ・ナカモトがいなくなったので、その後そのガビンが引き継ぎましたと。でガビンがやったのは意図的な分散化ですと。仮に彼がガスに引かれても継続開発が継続するように意図的に分散してきましたと。その彼がいなくなっても回る仕組みを彼は作りましたと。
ただその後ガビンがバーンアウトしてもう疲れたよとそのこの決勝に耐えきれないっつってバトンタッチしたんですね。バトンタッチした人がなかなかコンセンサスビルドできなかったので、だったのでガビンが悪役を引き受けて XT を過激に出しましたと。XT は、非常に議論があったんですけど、XT を彼が出すことによってグローバルな議論になったので、自分たちの、自分はちょっとコミュニティに若干怖から、ちょっと外のコミュニティからは、ガビンがその意図的にそういうことをやってくれたのかなと、好意的に解釈してるんですけど。いずれにしろそういう人に属した運営だっていうか、さっきとかバランスが効いてないんじゃないかっていう意見と全くそういうふうに見えちゃうんですけど、要するに、そもそもが分散合意形成だから、特定多数の人が合意するということが前提に作られた仕組みなので、非常にガバナンスってことは難しいかなっていう意識はしてるんですけれど、最初、中野聡さんが決まったスペックでみんな乗っかってきましたはいいんですけれど、その後それをどう拡張するか変更するかっていうのに関しては、うまくそのコンセンサスが取られるのか、みんなそれについてくるのかどうかっていうところで言うのがちょっと疑問ですと。もし A 派と B 派に二手に分かれてしまったら、それこそブロックチェーン時代の価値が流れてきちゃうので、そこはどうそこをうまく分散合意形成できるならばちゃんと合意を取れる夢になるのか。それまず開発側はコア側が選択肢を示すんですよね。でコア側が合意一つにできたらば、あとはマイナーに採用してくれる人、ただマイナーが全部拒否したらば、それ今の何時されるわけじゃないですか。なのでそれなりにそのオープンソースとしてのガバナンスはその議論はいろんなところでパブリックにされて、パブリックアンドプライベートで世界中でされていて、ただし最終的な成果物はそのオープンソースなソフトウェアですと。でそれはコアがデベロッパーがその提供できるのはそこまでで、最終的にはマイナーたちが選ぶ世界なので、マイナーたちがもしその割れたらば、ただマイナーが割れることによってブロックチェーンの価値は毀損するので、マイナーたちがもし賢明ならばブロックチェーンを維持する側で賢明に振る舞うだろうと思う。ただそのタイミングに、悪意を持った多数派が入ってきて乗っ取ってしまう可能性もあるかもしれないねと。それは悪意のある、ただ開発コミュニティはある程度なんで結束しなきゃいけないんですけど、ね、ただそこに対する悪意っていうのは、私はその、ちょっと考えてなかったんですね。悪意あるとすれば、その、だけど、なかなか今のそのブロックチェーンエコシステムをアタックするのは結構難しいですよ。中国のマイナーさん対する問題、中国のマイナーたちはコンピューティングパワーを持ってるだけだと思うんですけど、そこも一応舞台というのは分散されていて、さらに今回テイリマンインクが出したじゃないですか。テイリマンインクが その出荷によってまた分散されると期待してまして、なので中国に集中してるとは言っても実際舞台力にノードがあるわけで、で、テニワンリンクも出ることで、ある程度分散できるんじゃないかと期待しています。その新しい仕様に関して、マイナーが、投票なり多数決なりで決着をつけるということなんですけど、マイナー自体がどういうふうに、それをちゃんと冷静に比較して、正しく評価ができるのかというところ自体が、ちょっと難しいですと。マイナーあくまでもマイニングフィーが欲しいだけだって、マイナーたちは何て言うんですか、そのビットコインの価値を維持することによって報酬が来るので、そのブロックチェーンをユニークに保とうっていうインセンティブが働くし、その一応その経済をその支える側の一員ではあるわけですよ。オフチェーンとかそのサイフチェーンっていうだったりとかっていうような何に使われるのかっていうのをどんどん広がっていけばいくほど、マイナーの人たちからすると自分としては別にそれを採用したくないっていうはっきり色が出てくると思うんですけど、
そうですね、まあ、そういう意味だと1メガをキープするのか、それともブロックサイズ上げるのかっていうのは確かにもうどっか決める問題ですね。その例えばブロックサイズ上げるとそのバンドリングスとそのプロセッサーと全般にスペックが上がりますけど、それが中国に有利になるかどうかっていうのも重要かもしれないですけどね。まあ、ただ確かにおっしゃる通りに、その多少のコンフリクトのインタレストはあって、まあ、とはいっても、賢明な、クリエイティブな、コンストラクティブなディスカッションが期待されてます。やっぱり今みたいな議論が前提としてあると、企業としてそのブロックチェーンを検討するにあたっては、やっぱりパブリックなチェーンでできることと、パブリックなチェーンじゃない方が望ましいことがやっぱり出てくると思うので、コンスーマー向けのビジネスとかだと、そうですね、金融機関みたいなところはやっぱりパブリックじゃない方を志向するだろうなという気はすごくします。うん、なので金融機関をやるべきはブロックチェーンの評価ですね。そのザビットコインブロックチェーンをパブリックレジャーとしてどこまで使えて どういうリスクがあるかを正確に評価できれば使えるか使えないかの判断ができますと、まあ、確かに難しい。まあ、今のところ金融機関でビットコインを本当の意味で使っているところって数えることなので、まあ、多くはやっぱり嫌っているわけですよね。ビットコインも当然嫌うし、ブロックチェーンもザビットコインブロックチェーンでないものを試行してますと。ただし別にそのインフラとしてバディクレジャーとしてのザビットコインブロックチェーンっていうのは評価した上でそのリスク管理して使うか使わないかの判断をするのがやっぱり必要かなと。非常に面白い分野なので、まあ、なので自分がその江島の協会でやってきたことっていうのはこういう話をなるべくパブリックにして、まあ、多少アメリカの言論空間に追いつこうと。やっぱアメリカの言論空間はすごいクリエイティブなんですね。で一応対立はするんですけど、どっかコンセンサス取って共通利益に一組も早いので、まあ、いろいろ極端に触れながら、まあ、どっかでこういうのを形成しています。投資だね、かなり、まあ、1000億投資されているところになりました。でも実際には使われてないってことですよね。それってだからリアルにそのなんかインアウトでね、内部のその投資のビットコインのトランザクションじゃなくて本当にリアルに物とかお金とかが動いてる量ってどれぐらい、それがなくなってきちゃうと多分成立しなくなって、そのモチベーションがどんどん、要するに お金として意味を持たなくなるので、それってすごい増えてますかね。まあ、1000億って言ったのは純投資で、企業ベンチャーキャピタルとしての1000億なので、まあ、実際にも価値が今はそのビットコイン自体のその時価総額って今5000億円ぐらいなんですね。6000億ぐらい、まあ、そんなもんですね。でそこはまあそのゴミみたいなもんじゃないですか、グローバル金融から見ると。で別にその違うなんていうんですかね、その、まあ、ゴールドよりは使いやすいじゃないですか。金を使うとすごい大変なので、で一応価値は保存できるし、交換の媒体でもあるし、価値の尺度でもあるので、一応その要素は満たしてるわけですね、そういったものは。で問題はその共有地の悲劇とかっていう、まあ、だんだんはその半減していくわけですよね。半減していって、最後マイナーのインセンティブって手数料だけになるわけですよね。その時に十分なインセンティブがなかったらマイナーはやめちゃうわけですよ。そうするとビットコインのインフラとして そのパワーはなくなるので、なので自分が今危惧しているのはとりあえずこの4年8年ぐらいが問題ないと。ただ半減する時にユーザーがもしいなかったらばマイナーがやめるっていうのが一番リスクだと思っているんですよ。で それを避けるにはユーザーが増えて、まあ、やっぱりこう取引に使われていけばその前側に落ちるその手数料が増えていくので、まあそのなんか何かしらこう何て言うんですか、マスアダプションしていく動きと、その手数料を前側に出すインセンティブっていうのをこうやっていかないと、まあ
その実はリスクはそこはあるんです。わかります。満入比は、まあ、断言してゼロになっていくと。一方で、それを、まあ、交換するトランザクションが増えていって、そこで、まあ、トランザクションに対する手数料というのがありますねと。それが、まあ、増えていけば、前段の人たちも、インカムがあるので、まあ、今のインセンティブにしてきますね。需要と供給のこの話かと思うんですけど、まあ、本間さん自身はどんなふうな見通しでいらっしゃいますか？ですね、自分的にはそのビットコインとしての魅力っていうのは一つですと、それ以外にそのオープンチェーンだったり、あとリブラでやっている法定通貨の流通だったり、そこでそのビットコイン、ザ・ビットコインブロックチェーンのインフラとしての魅力が上がる方向に開発側は頑張っていると思うんですね。それはその世界でどんなそのキラーアプリになりをその発見するかは分からないと思ってまして、ただそれがいろいろ好循環が世界的に働くので、おそらくマイナーに対するインセンティブはどこかで維持されるだろうと。維持されなくなったらば、まあ、キャットアンナーだし、どこかスーパーノードをいくつか作って、スーパーノードたちが俺たち信頼してくれってみんなで言って、僕が10個のノードで回すだとか、まあ、いろいろありますよね。まあ、ただそこなので、まずそのインフラとしての価値は今は一応あるんですけど、結構脆弱なところもゼロではないので、まあ、なので5000億っていう数字ですと、これが1桁2桁上になるとだん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 なんていうんですか、そのもっと需要度が増していくという。なのでそのためには、まあ、いろんなその方策が必要というか、やっぱりユーザーを増やして、そのビットコインブロックチェーン、ビットコイン自体の魅力も増えてほしいし、インフラとしてもスケールしてほしいし、そのサードパーティーのアプリケーションもどんどん成功してほしいし、まあ、それによって、まあ、より利便性の高い世界になることはまあちょっと確かです。本間さんの期待値は分かりましたけど、はい、一般的にはどう見られているかというと、やっぱり期待値も高いというふうに見られているかというと、まあそうですね、まあ、正直自分たちは開発コミュニティを信頼してますと、一番大事なのは開発コミュニティで、ユーザーは実はまあどうでもいいですと、ユーザーは5年後か10年後に気づいてくれればいいですと、ただ開発コミュニティが世界最強なので、まあ成功するだろうな。一方で本間さんおっしゃったみたいに、そのマイナーの人たちのインセンティブを維持するためには、開発コミュニティだけでは成り立たないじゃないですか。あとはその使われ方っていう意味でも、その今のところかというと、開発コミュニティがそのいいものを作り続けることがユーザーを増やしていくというんです。ユーザーがいなくていいってわけじゃなくて、開発コミュニティが継続的にそのイノベーションを全世界でやっていけば、それがユーザーを獲得するでしょう。例えばそのイノベーションの結果、あのデジタルアセットとかそうだと思うんですけど、クラウドコインって、そんなにそのビットコイン自体のトランザクションはあのボリュームとしては増えない。だけどトランザクションの回数は増えるけど、あの実際にそのトランザクションされる金額ベースでは増えないっていう時代だと。マイナーさんからするとゴミみたいなのがいっぱい増えるだけなので喜ばしくないじゃないですか。まあその手数料上げるとかですよね。そのなんていうんですか、カードコインを使うにはダストが必要じゃないですか、はい、そのダストを1桁上げるとか2桁上げるとかやっていけば一応、まあ、回るかもしれなくて、まあ難しいですね。その今なのでその議論されているのはマイクロペイメントをまず認めるかどうかですよね。マイクロペイメントを認めなければ1年は2年ですよ。その中でキープして手数を上げていけばいい。でそうすれば実はそのまあ何て言うんですか、マイクロペイメントができなくなる、なぜなら手数が高くなるので、ただしその本様 今のままでいいですと、それも一つの解ですと。ただスケールアップしていくならばマイクロペイメントもできるようになりますと、まあ、それは選択になるとか、あとは大手がね、クローズドなシステムを作っちゃうと、こう、 うちのトランザクションはそっちでほとんど済んでしまって、残ってるのは小口のトランザクションが残るようになって、で、結局、わかんないですけど、ニコラのカラードコインもどっかの銀行なりかエンドースしてやってるはずなんです、うん、サイコとかでエンドースされてるんですね、はい、でその人たちのインセンティブ、そのモチベーションと、その大手が組んでやってるモチベーションが多分
全然違うところにあって、そうすると工事の方に打ち合わせるんだったらトランザクションをたくさんして固めてトランザクション費用を取らないと、うん、なので一応今スケールアップの方向に一応押し取れる必要して、ね、マイク・ペネット I think I can respond to the question, but you should repeat in English because I'm not sure I got it. But it's around, I know it's around the fees of the transaction. So can you repeat the question? Because I think I can respond. So topic is like, which is better, keeping the block size 1 megabyte or choosing the bigger block? Okay. Because they are thinking that big companies will run, deploy consortium chain on private chain, and big companies basically like to ignore Bitcoin blockchain and Bitcoin. So how shall we compete? So first thing is that in the core developers, there is nobody which is against the block, the raise of block size. The debate is more on how to do it rather than if we do it. So everybody wants bigger block. There is no question about that. The biggest question is how do we do for that? This is the biggest question. Then, so the question of, for example, we have some kind of program where lots of banking institution want a high frequency settlement system, but you cannot do that with Bitcoin. So in fact, there is one choice that you said to split a private chain. But the biggest problem of private chain is that you with Bitcoin, when two person exchange with each other, there is no middle party that can break the contract, the smart contract between both. As soon as you are using a private chain, then there is another party, the one who own the private chain that you need to trust to not break your contract. This may be a big problem in a very globalized world, because you can imagine one bank from the USA and one bank from China, they will maybe not agree to trade on a blockchain, on a private chain that is owned by a USA company, right? So they will leave us a neutral layer to settle their debts. So Bitcoin fell good into that. But it doesn't solve the problem of high frequency. Where I'm very hopeful for high frequency is called the Lightning Network. And in fact, currently I'm trying to push some change in the Bitcoin protocol to be able to code that very quickly. And the principle will be that when two person exchange, the smart contract is always forced by the Bitcoin network, so not by another company. But you don't have any trust into any third party, and you don't have to pay mining fees. I think you spoke about micropayments one time. Micropayments exist already. Imagine that you have two people that need to make lots of payment between each other. They can exchange transaction directly to one another without using the blockchain. And then when they want to cash out their position, they can send the settling transaction on the blockchain. What Lightning Network does is the same thing, but between two people that might not know each other. So the dates go out of the chain into multiple intermediary, and each intermediary are sure that they can withdraw their position at any point on the blockchain. So I'm not sure it doesn't respond to your question. Sidechain to off-chain, it's a very concept of trading. それがそのできるとハイフェンセンシートレードもいろいろできますと、
なので、まあ、一定その、まあ、バリーのグリスが面白いのが、そういうのがたくさんある方がいいって言っていて、そのチョイスは多ければ多いとかいいと。その中から、その自由にその一番適切な回を探していくみたいなことを言っていました。なので、ビットコインブロックチェーンは、その一番下のパブリックレジャーでよくて、まあ、コンソーシアムチェーン、プライベートチェーンとその接続していけば、いろいろやれるなと。なので、まあ、極端に言うと、R3 がどん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 頑張ってくれると、いずれビットコインブロックチェーンのそのエコシステムに組み込まれるかもしれないです。Also, one thing about the limit of the blockchain. Lots of people are worrying that if the transaction goes up, then the transaction fee would go up as well. But I think it's not something we should be worried about because what happens if the fees rise, then some use case of Bitcoin, the less important one, will be kicked out of the network. So right now the less important one are gambling mostly because it's only small value transactions. So they are you saying that a small transaction automatically rejected now? They will be rejected when once the fees rise. Economically speaking, if the fees are rising, then the people that are most impacted is the one who have the less value on the who benefit the less of Bitcoin. And so the less important value will be kicked out of the network first. So, and then they will reach an equilibrium, but at one point everybody wants to raise the limits. There is no problem into that. And I think that once the fees will start to rise, then there will be more incentive to find a solution. So I don't think we should worry about that. I think it will grow. Maybe the fees will rise as Bitcoin is a lot used, but with the Lightning networks and to a certain extent the private chain, if the Lightning network, if two party doesn't trust, doesn't trust the middle party, then both solutions will work fine. So pretty confident on that. So. Is the transaction fee fixed by Bitcoin D now? It's not fixed. Right now in Bitcoin D and also most of current wallets, what they do is that they see the condition of the network, and depending on how much time it takes to your transaction to confirm, they will raise or lower the fees. Mm-hmm. So for example, they track, for example, that if you pay 10,000, 1,000 Satoshi, then in general it will take 6 blocks to get your transaction confirmed. So in this case, Bitcoin D will say, okay, if you want to be in the next block, then you need to pay 5,000, for example. So right now the fees are already changing depending on the usage of the blockchain. And we have saw that also during spam condition because there was a spamming attack on the Bitcoin network. And the very interesting thing is that before the spamming attack, all services had fixed fees. There was a spamming attack, a lot of users complained that their transactions didn't make it. And it was a big drama in Bitcoin. And then the service providers started to implement the dynamic fees solution, where if there is too much transaction, then the fees will rise automatically. And so they did that, the spam stopped, they did that, and then 1 month after, a spam way worse than before came back again. But nobody cared about it. Why? Because everybody was paying more fees, and the spam was